アラゴン連合王国の最大領域アラゴン連合王国はアラゴン王国及びカタルーニャ君主国を中心とする複数の君主国の同君連合として構成された中世、南ヨーロッパの国家、イベリア半島東部に起こり西地中海の島々や南イタリアを領有するなど地中海国家としても発展した。日本語訳は一定せずアラゴンカタルーニャ連合王国、 アラゴン地中海帝国などとも呼ばれるが、単にアラゴン王国と呼んでこの連合王国を指す場合も多い。1137年にアラゴン王国のラミロに西洋の一人娘ペトロニラ、女王とカタルーニャの君主であるバルセロナ・ハクラモンバランゲイ4世の結婚によって王朝連合が成立した。これはアラゴンによるカタルーニャの併合でもその逆でもなく、 両者が、それぞれの政治制度を維持したまま対等な、連合関係を結んだものである。ラモン・バランゲー4世は、カタルーニャと共に、アラゴンの統治も行い、ペトロニラとの間の息子アルフォンソ2世は、アラゴン王とバルセロナ博を兼ねた。カスティーリアの女王イサベル1世の夫で、共同君主であった、フェルナンド5世が、アラゴン王フェルナンド2世として即位した1479年に、 スペイン王国へと統合されたとみなすことができる。これも、また各国が政治制度を維持したままの連合であったが、実態としては、カスティーリアを中心とするものであり、スペイン継承戦争を経て、スペインブルボン朝の支配が確立した18世紀初めには、新国家基本法により、旧来の政治機構は解体されて、中央集権化が図られた。ありがとうございます。